皆さんこんにちは、あちでございます。今回はですね、ブラウザーゲームのまたちょっとホラーっていう分類にされてるんですが、そちらの、ソウルエスケープっていうゲームをやっていきたいと思います。ごめんなさいね。ですね、イングリッシュって書いてるんですけどね、ちょっとまあ軽くやってみたら日本語で出たんで、いけるかなと思って録画を開始しました。ただ途中でなんかね、もう日本語全然ダメになったらごめんなさい。そんな感じですね。やっていきたいと思います。はい、これね。ここで何が起きているのかはわからない。ただこの恐怖から脱出しなければ。もういきなり始まるんですね。ただこれ全部が指のマークになってたらかなり辛いな。こういう感じなんですね。セーブができるってね。セーブサクシード。サクシードだね。いけたよってね。これサウンドのオンオフね。これ全部に指のマーク出るからどこでやっていいのかわかんないね。前回のなんだっけ、人食い掲示板のね、あれとはまた。感じが違うですね。あれはもうポインターを探すのがもうまあ大変いう感じだったんですけどね。これはビジュアルに頼っていいのかな、そう思いますよ。もうこれいいですね。なんかね、なんかいい感じ。もうね、ダメなとこはダメという感じなんですね。発掘したい。なんか、足の骨すごい長いな。1、2、3。これ、返すか。で、これどういうことや。これなんかあるんでしょうね。クローズ。もう持ったのでこれいつでも見れるのかな。そういう感じですね。なんかちょっと期待させてこれそうな感じですね。さて、元に戻せるのね。さすがに頭は無理なのね。元に戻しておきましょう。ロッカー SS。なんだこれ。そういうことね。これは鍵かな。そんな感じですね。これでもいいかもしんない。そっか、これ脱出ゲームなのね。これなんか剥がすことができそう。悲しいっていう感じが出てますね。悲しいっていう感じと P なんだ。こっち向いたら P って出てますね。でも P にはいけない。これがね、多分ね、ここなんです。これが見えないのが、最終的にはね、一箇所しかわからないで強引に行けるかもしれないなーっていうところなんですが、もう何か進展がないとこれ出れないということなんですね。じゃあヒントっていうことですね。悲しいか。P。
P って逆に書いたら Q だよね。ということは、悲しい、悲しい、で P、 いやまあね、なんかね、とりあえず行動してみましょう。うん、あら、なんか来た。え、はい、わー、ちょっと待って、何これ、わー、なんか動いた。あ、ちょっと管理してほしいな。 U、P と U、何の意味だろう。 P と U、 暗い、悲しくて暗い、なんだい。あー、もうこれだけか。さらに下行けるのかい。よいしょ、 F、 はっ、エレベーターは乗れるんだね。わー、なんか動いてきた。あ、何、勝手に出てっちゃったけど。あ、またここ、え、どういうことかな。もう一回下行ってみようか。で、これでしょ。あ、また来んのかい。いや、てか動いてんのかい。呪い、悲しい、なんと、悲しいくらい呪い。もう一回下行けるかい。あ、行けない。まあ自動で逃げましょう。ほら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 、あ、行ってくれるんですよ。で、これで上に行ったんですよね。なんだろう、暗い、ね、やっぱ上行きましょうか。で、元に戻ってきました。ね、これさっきんとこですね。ねえ、これさっきんとこなので、あ、え、シャレ神戸触っても取れるのかい。はー、あ、そういうことか。ね、あら、あらららら、エレベーター悲しい、 P でしょ、 P で、これ目もいるな。P でしょ、 U、 P、U、F かな、 P、U、F だろ、多分 P、U、F 覚えておかないといけないですね。 P、U、F、PUF ですね。はい、え、これですね。PUF。ダメかい？え、PUF。こうなったら FP。いや。これ、あ、ダメか。これ、急通りできるんでね。今度こっち U、P、F。上から行ったんだけどね。違うのかな？ P、U、F。アップフロア。おまか、 UPF、 あ、ダメだわ。なんだろう、 PUF だったよね。違うのか。悲しくて暗くて呪い、
だったよね。これはどう取る、どう取るべきだろう。こっちは鍵でしょうね。あれ、待ってね、 PUS でしょ、 PUF ね、 PUF でしょ。だ次できるのは PFU かな。でも違う。じゃあ次は F、 いや PU かな。 FP、 PF、 違う。ならここは F ですね。U、 あ PU で U で P かな。あれ、これ全部やったね。やったよね。おー、困ったな。これは困ったぞ。こんなん使えないでしょ。ドラッグもできない。これは、これなんだろう。悲しいでしょう。P、 でこれ U、 U でしょう。寄ってきた。あ、逃げるのね。なんで逃げるんだろう。なんで逃げちゃうんだろう。暗い、暗い、悲しい、暗い、悲しい。あるところを見るとね、ここに長いことおらしたくないと。 F で呪い、呪い、呪い、なんだろうね。クイックシャックるんかな。あ、来た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 。あ、上行っちゃった。なんだ、P で、これが悲しいでしょう。呪い、呪われたって英語で言ったらカーズド、カーズでいいのかな。なんだろう、まずこれだよね。どうやって開けるんだ。 FUP ねえ、あ、 PFU ってなんか聞いたことあるな。難しいぞ。
リセットかかるんでしょう。これ P 1、2、3、1+2は3、2+3は5、5+3は8か。あ、5だここ。1、2、3、5、8。あ、わかった。そういう意味ね。あら、どっかに何かあったでしょ。あ、これ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 ね。右に1、左に2ね。で、右に3、左に5ね。え、これひょっとしていちいちリセットかかるのかい。右、左、右、左、右ね。右、左、右、左、右ね。1、2、3、5、8。右に1、2、3、5、8でしょう。きたーね、開きましたね。でこれ色は変わったから多分もう使わんでいいいうことね。お、来ましたね。棒が入った。で、なんかメモがあるでしょ？あ、もうこれいいね。これは何だろう。水。あ、水か。あ、なんかね、多分ここのような気がする。はい？あ、来た。あー、暗い、呪い、悲しいの順ね。これね、暗いのは確か U でしたよね。で、呪いは、呪いな、あら、あ、下が F でしょ。 U だ、で F だ、で P だね。あー、でもこれあれか。だったらこれ多分フラグ使ってるね。フラグ通らないとダメなんですね。お、斧が手に入りました。セーブしておきましょうね。で、おそらくこれ関係ないな。これ関係ないね。関係ないです。あ、ちょっと時間良くなりましたね。あ、なんか面白くなってきた。これでこの辺でちょっと終わっておきたいと思います。何でしたっけこれ。あ、なんていう名前だったっけ。あ、ソウルエスケープね。パート1、この辺で終わっておきたいと思います。どうもありがとうございました。